やるかい？やるとするのかい？ウィルカムバックトゥドラゴンクエスト7。さあ行きましょう。激しく行きましょうか。じゃあどこに行くんで一体。我々はよ、てかどんぐらい埋まった？馬すごい小さな目玉がすごいことになってる。ちょ待て、石板だろ。青か、次は青なんだな。じゃあ青いって、ちょ待て、ちょっと一周してくるか。あと何個あるのかっていう。あれでも緑埋まったよな、こないだの。なんかあの雲のやつ倒して、お、すげえ埋まってる。なんか感動的だな。なんかお、全部埋まってんじゃん。ここまで来ると感慨深いものがあるな。もういよいよ来たかっていうね。いよいよここまで来たのかっていうな。あ、黄色もあるか。もう全部いっちゃったんだ。え、じゃあこれラストじゃん。ラストだ、やばい、ついにラスト来た。やべえ、盛り上がってきたな。心ゆくままに私は行くとしようじゃ。その心と一緒に私は旅をしましょう。ブル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 ファンゴ、いい感じじゃないか。てん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 、暗いものでござるが、一覧と暗闇が濃い感じがする。へえ、手ごわさの予感がする。なるほど、まあ、最後だからな。最後だからちょっとやばいあれはあるかもしれん。お、なんかあるじゃないか。なんかグランエスターとそっくりじゃん。このなんか配置っつうかなんか。バカになっちまうな、ほん。港町か。港町ってなんかあれなんだよな。惹かれるものがあるんだよな。なんなんだろうね。私にはなんか知らないけど。コスタール。牢獄のようなもの。牢獄の町？早々に帰られるよ。聞いたことあるの？そうなの？いきなり帰るのちょっと感じ悪いよね。そうだな、感じ悪いな。陰気だな。そうだね。ポン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 。ああ。シャークアイ。史上最強の海賊。聞いたことがある。海の魔物を蹴散らす海賊がいたという噂を。へえ、じゃあなんでグラゴス倒してくれなかったんだ言って。妹ができたんだ。ああ。教会に隠れてるわ。封印と関係がある。謎だな。とりあえず隠れてろって話だな。てんてれてれてれてん。試練与えられたのでしょうか。むごい。むごい試練。じゃあそれは何だと言うんだ。何かしたっていうのか。ああ、やったよ。どうにもできない。この状態。え？うなされてんの？コリン。魔物がいる。なるほど。ああ、もう病んでしまったのか、なんか。なんか嫌だな、なんかな。またそういうちょっともう、ドス黒い系だろ、なんかもう。一番最後、なんかとてつもなく、なんかもう黒いの持ってきそうだな、なんか。もうレプレザックでも十分だろ、なんかもう。なるほど。もう前のとこがもう相当あれだからな。胸くそ悪かったからね、なんか。ここまでもしかしたら結構やばいかもしれん。もうなんか魔物じゃん、なんかもう。これ魔物だろ、どう見ても。ケケケって。マスターの楽しみ。あ、話しかけなきゃよかった。あれ、消えた。消えちまったぞ、魔物だな。手下でござるな。手下。あ、そして私、どこに行けばいいの？わからない。泳げばいいの？ほほほ。あ、こっちか、俺、こっち行ってねえな。ん？開かない扉。この罪、眼鏡のあれだな。とてつもねえ扉があるぞ、これ。これ大丈夫か？てるてるてるな。ほんとなんか重苦しいな、ここなんかな。鍵がかかってる。入れないもしかして。あ、入れない。なに、一般の入れないかもしかして。宿屋入れんじゃん。宿屋は入れんのが誰もいねえじゃん。なんじゃこりゃ。何事一体。周りでどうも知らん。シャークアイと契約して、海軍。おぉ。なるほど。シャークアイ、周りでドラゴンってのがあれかなんかじゃ。麦わらの海賊団みたいな感じか。ああ。で、シャークアイがあれね、シャンクスみたいな感じね。全然違えた感じだけど。なるほど。シャークアイ。酒に飲まれちゃおしまいですよ。
教会。ああ。ハムカットが乗りかけられて、船ごと遠い氷漬けはあるのか、あれじゃないのか、それ俺が見たやつじゃないの、それって。そういうことだと思うんだけどな。どんだけあれなんだよ、なんかすげえな。魔王ってのはとんでもねえのか。てれてれてれて。恐ろしい話だよ、まったく。うん。足止めされてしまう、何年も。なるほどね。かっこよそうだな、確かに。会ってみてえな。そんな奴がいるんだったら。もう、分かったよ。たんまりと行くとするかじゃ。てぇ、てぇ、くだらねえぞ。俺はくだることができない。俺はまた囚われてしまったようだ。あの男のトラップにかかってしまった。ちゃんちゃんちゃんちゃらちゃちゃん。ん？どうやっていく？お、樽がある。樽！ブルファンゴ。よーし、今日もじゃあぐるぐる回していくぞ、俺は。ぐるぐるとよ、回していくから、俺はよ。鍵。おぉ。逃亡したくなる。ああ。かわいそうな目に遭うのは耐えられん。なんとかならんもんかの。まあ、それをなんとかするってのはこれからなんじゃないのか。とてつもなくあれだけどな。まあ、とりあえずシャークアイと周りでドラゴン。また新しいワードが出てきたな。小さなメタル。新しいワードが出てきたことによって、もしかしたらとてつもない何かが始まるかもしれません。いけねえじゃん。あそこの宝を私は取ることができないというの。それは、一体何だというのかしら、一体。嫌なっちゃわねえ。マジで言ってんのか、待ってる。しょうがねえ。じゃあ、行くか、じゃあ。てん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 。灯台。なるほど。粉に。おお、なんかいい感じ。すごいな、粉。はい。教えてあげるよ。サーカイ様が立派な お方だったんだけどさ。うん。海を渡った。全滅させられた。すげえな。助けたんだ。なるほどね。ちゃー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 。王様？そうだぞ。何年ぶりだろうか。苦しめられているんだろう。世界の終わりも近いよな。世界の終わりとか言ってんな、なんか。本当だよ。どうにかしろ、まったく。ああ。何やってるんだ。大切な話？もう少ししてから。ふら！話し込んでいる。割り込もうと思ったのに。病人。グランエスタード城、小さいよな。なんか似てる感じしたけどな、なんかな。ちゃん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 、お。難しそうな本。思いついた。闇の炎に飛ばされた。はいはいはい。歩くことができる。誰が着るものか。大灯台。そこに行けばいいの。てれてれてれて。何ここ、すごくね？何これ。水が流れている。とんでもねえあれだな。なんかロマンチックだな。本当なんかこういうなんか重苦しい時じゃなかったらなんか、あ、これ、あ、一方通行か。こう、なんつうの、そういうあれだったらすげえなんか本当ロマンチックだったのにな、なんか。うん。教会に行くと泊まらせてくれるって言ったよな。シスターに話しかければいいのか。ヘイシスター。なんだと？おー、はいはい。おすすめできない。王様の教科、王様の教科。そうなの。王様の許可がないとダメというか。さっき話し込んだけどな。いや、誰も止めたがらない。すげえな。せっかく来たっつうのによ。なかなか大変だぞ、ここは。武器も買えねえしな。まあいいけどな。そういった事情があるから全然構わんぞ、俺は。てぇ、まだやってんのか。ああ、止まりたいんだ。呪いがかかっている。受けるようなことがあっては。闇の海を越えて来られたのだろう。腕が覚えに、海の、ああ、違いない。歓迎すべきではないのかな？満月。あれを見られた。あれってなんだよ。傷も何もなかろう。よくのきっかけになるやもしねえ。夜も遅い。うん、わかった。じゃあ、ちょっと寝ずするか。嫌な予感がする。嫌な予感がするな、ほんとなんかな。恐ろしい予感しかしねえぞ。
宿屋に行けばいいのか、とりあえず。ちょんちょんちょん、あ、普通にいるじゃん。早くお帰りよ。そうなんだよ。こんな夜に許可するなんて。うん。外に出ないように、そうか。そんなに危ないのか。それはなんか恐ろしい気配がするな。なるほど。ユバール。ベレッタ。ベレッタ。そんなやつがいんの。伝説の踊り子ベレッタ、そんな人いんのか。へえ、あ、そうなんだ。なるほど。なんだ、キャー、やばそう。うわー、怪物がいいんじゃん。いや、声やばすぎじゃね。不気味な物音を聞いてふと目を覚ました。これは目覚めんだろ。これ見れない、こう外からなんか関係があるのござるかな。うか、てん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 、これ見れんだろ、こっから。もうめっちゃ震えてんじゃん。気づかれたらどうすんだよ、そんなやばいな。うん、聞いた。そんな出ない方がいい。まあ出ない方がいいって言われたらもうあれだよ、ね、行くしかないの、とりあえずな。おい、階段がまたねえぞ。消滅しやがった。あれ普通に寝てんじゃん。おう、こんなことになってしまうなんて、防具や。おう、酔いが冷めてしまった。お、すげえな、つわものがいるぞ、ここに。まあ、つわものとは言えねえか。そうとは言いませんか。まあ、行くしかないだろ、これ。もう普通に出ちゃったけどね。おお、なんかやってんな。赤ちゃん。まだ分かるでしょ。大丈夫か、シエラ。俺たちのことも分からないんだ、この子。赤ちゃんなのよ。開けるなんてできないわ。うわ、やばいやばいやばい。あ、行っちゃった。なんでこんなことに。何、呪いかかってるってこと。正体見えてきたわね。なるほど。じゃああれかなんか。ここ結構あれだな。とんでもねえな。変わり果てた姿。うわ、すげえ、やっぱあれだな、なんか。うん。ちょっと、これは恐ろしいな。元気な息子がいるじゃないか。うん、これはちょっと、これ悲しいよ、これ。もう頭おかしくなるだろう。うん、これひどすぎるな。これちょっとえぐいだろう。まあ、これマリベル連れてこなくてよかったな。逆によかったかもしれん。あいついたらなんかもう、なんかすげえ嫌な気分なんだろうな。じゃあ、寝るか、とりあえず。うん。まっぴらごめんだわ。なるほどね。どこに行ってしまったのか。ファインドアウト。ネクストタイム。寝ていいか。じゃあ、じゃあ。何、俺追っかけていけばいいの。お、いける。ここに切るぞ。これはなんかとてつもないものがあるんじゃないの。うん。実践くらいさせなかった。なるほどね。うん。力なき正義となんか正義なき力みたいな、そういうくだりが昔アバン先生が教えてくれたからな、そういうのが。援護。大東大。ああ。聖なる種火。え、じゃあ援護に行けばいいってこと？俺はじゃあ援護にまず行くのか？食大。うん。それでいいのかい？おお。こういう感じか。王様いないか。うん。闇に封印されて以来、5年もある。長けえな、結構な。闇の先去っていく。信じられるよ。これ、ひでえな。
なかなかどす黒いこと言えやがれ、本当に。種火。暗闇のためすいません。うん。じゃあもうあれだろ、援護行くしかないだろ。作戦を立てる必要がある。何かがあるはず。まあ、とりあえず大東大だな。怪しいのは。アニエス。おう。なるほど。てててれてれてん。キャプテンハット、これもしかしたら強いやつじゃねえか？実は。遊びしてんだ。おお、でも上がるな、まあいいや。上がるんだったらいいだろ、とりあえず。苦しそうな顔して眠っている。なるほどね。うん？あ、こっち行けないの。え？おう、大丈夫か？シャークアイ。あなたシャークアイじゃない。アニエス様。シャークアイ。昔のようみっともだから。おう。なるほど。わかった。誰かと見間違えたみたいだな。うん。和むでござる。何を言ってんの、まったく。はい。ああいう人のタイプなんだ。なんだそれは。その質問の意図は何なの、一体。そうか。謎めいてんの、まったく。おお、なんか寝てんな。うなされてる。もうそれうなされんだ。俺も今日なんかうなされたな、ずっとなんか。うん。なるほど。国に預かった。隅に置けんな。なんか随分あれだな、なんか。あの、こうやってメルビルがなんかふざけてくれてるおかげで結構あれだな、なんか。いいのかもしれませんね。てててれてれてれて。わかった。で、俺は一体どこに行けばいいんだ？おい。幸せな日々が思い出されるようです。旅を共にしてきました。周りでドラゴンとの旅は最高の思い出。あの時の人間が聞こえてくるようです。回想か？おお、なんかすげえ、おお、すげえな。なんだこれ。すごいでかいな、しかしな。シャークアイ。おお、なんかめっちゃあるじゃん。かっこいい感じじゃん、なんか。シャークの旦那、仲間になってくんねえかな、ちょっと。シャーク。4文字になんか縮小されてるから、こいつ仲間にしてよ、ちょっとさ。それ最高じゃねえか？聞いてます？ヤコさん、ついに来たか。大きな目的を持つべき時かもしれんな。うん。ついていきますわ。いいの、すごいなんか。むさ苦しいところでようこそ。出向かせるとは。まるでドラゴン。なるほど、豪快なやつだな。この準備を整えました。ラグラーズ。おう、ラグラーズ行くのか。変更する。コスタール。なるほど。なかなか暴れてんな。暴れまくってんじゃなくて、すげえなこの船。北西と向かう。ようそろー。お、キーファとのお別れの曲だこれは。ありがとう、ありがとう。心が安らぐわ。俺はもうキーファのことしか思い出さないけどな、これ聞いたらなんか。あいつと決闘できなかったのがなんか悔やまれる、ほんと。大変な歓迎を受けるでしょうから、休めておかなくては。アニエス。シャークアイの妻ですもん。シャークアイって名前がすげえもんな。
嵐に揉まれる海賊の生活を続けておいたとは何なのでしょうか。愛を語るのに理由はいるのかい。そういうことか。すぐ戻るわ。ヒヤヒヤさせるよ。それはなんかあれなんじゃないの。あれだろ、ナンパされたとかなんかそういう話かするわ。なるほど、自分の名声は横のためじゃないわ。周りの世界を守ろうとしてるのと同じ。どこまでも夫についていく。すげえな。デターミネーションですか、これが。デターミネーションとは、心の力だ。しかし、この階層結構がっつりいくな、なんかな。ってことはもうかなり重要ってことだよ、これはもう。闇の世界から目をつけられてる。魔界か、それは。魔界。馬の界と書いて魔界。決戦へと持ち込むつもりでおるらしい。闇の王になられたら叶えませんぞ。ああ。必ず実行する男だ。この世界を救うためでもある。よく分かっておられる。おしゃがい。友としてやしてもらうが、船で取りやめてほしい。闇の王ってのはすげえな、なんか響きが。諦めてはいない。打つ手があるかもしれん。そう簡単にくたばらん。偉大な王をもって幸せだな。なるほどね。おお、サザエさんの曲が流れてる。酒持ってきてくれ。てめっちゃ暴れてんなこいつらは。楽しそうにしてんじゃねえか。何もかも忘れて踊り出したい気分だよ。条件がある。コスタル城に預けてほしい。約束してくれ。うん、初めて子供ができた。うん、神の意志だと思わないか。未来を築けということなのかもしれん。よろしく頼む。子供がいたのか。その子供は一体どこに。めっちゃ風邪ひくぞこれ。雨強いじゃん。またあなたと船乗るわ。おう、必ずお前の元に帰る。なるほどね。大切に守っていきましょう。すごいな。じゃあ一回戻るか。懐かしい海の帰りを感じる。なるほどね。じゃあ一回寝よう。ああ、ちょっとフラフラしたわ。食べられたんじゃないかとか。うん、じゃあ寝るとするか。たんまりとな。ふい。しかし今まで、なんか今までなんか知り合っちゃうだろ、ほんとなんかもう。一気になんかもうシリアスな感じになってきたぞ。悪いことでもしたんじゃねえか。ありがとう、ガボ。ガボ、ありがとう。俺はお前、とてもいいやつだと思ってるよ。ああ。とんでもねえな、まったくな。誰にも勝ち目はない。深入りしない方がいい。そうか、あいつに、あいつってか、そのシャークアイですら勝てなかったってことか。じゃあその運命を超えるしかないな、その運命ってやつをな。超えるぜ、運命。いたけデターミネーション。お談笑してんな。嫌なあれだな。何売ってる？ドラゴンキラー。ほう。ドラゴンキラーでも使えねえじゃん。使えねえってか、せっかくなんか、魔獣の牙か。せっかくドラゴンキラーの名前が出てきたというのに、悲しいな、なんか。もう奇跡の剣にも、あのユバールの剣にも、かなわんぞ。あのユバールの剣はあれだろ、キーハからの贈り物だからな。ほう。子供がいます。めっちゃ泣いてんじゃん、なんかもう悲しいな、なんか。
遠い親戚のところに預けられたなんて。ああ。そうね。あまりにも残酷すぎるからな、真実は。ああ。先生って。見る目がある。メルビン、プライド高そうだもんな。もうプライドおじさんじゃねえかよ。ああ、プライドじじい。プラジー。プラジーってなんだよ。トゥ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 。実行しなければ何の役にも立たない。なるほどね。おう。おい。来たぞ。大臣から聞いているが、我が国悲劇なのだ。うん。見つかりつつある。学者はここへ何？秘密があるらしい。ああ。暗闇に問わされて一歩も進むことができない。子供たちの泡を追うことができるという。ああ、追っかけるってこと？ごほん。あ、違うか。ホビット族の集落がある。不思議な光ゴケを太陽の代わりにして生活している。なるほど。足につければ後を追えるんだよと。ああ、なるほどね。数回だけ。あ、これ、あ、戻ってくるんだ。魔物になって寝ようと戻りません。はいはいはい。OK。じゃあそれを手に入れればいいのね。うん。お願いするとこなんだが、嫌われているため。なんでそんな嫌われてんだって。うん。別にいいけど。北に向かって南。北に向かって南かわけわかんねえな、まったくな。行かれてんじゃねえか、まったく。よし、北っつったり南っつったりよ、東っつったりも、どうだなんだ一体。わかったよ。怒りを買っておりましたよ。ほう。ほう。いやー、それはちょっと、きついね。なるほど。愛し合っていたのそうかもしれんな。お、人がいる。お、誰？幽霊。俺今何を見てるの一体。俺は一体今俺はどこにいるんだ。一体何だ全部。はあ。おお、ゆっくり。ちょっと良くなったか。消えてしまう。消えてしまう。失った。うん。おお。世界、どんだけ世界の終わりに語ってんのお前。まったくよ。はい、つってどこでもねえな、まったくなんか。あ、そうなんだ。へえ。ああ、ふにゃ、にゃ。なんだなんだなんだ。懐いてるみたいじゃなかったか。懐いている。ほう。シャークアイが飼っている。はん。それはなんか闇を感じるな。お、大丈夫？たどり着けない。ああ。眠ってしまった。
お腹が減るし眠くなるんだ。それがそうだな、それも生きるってことか。もうまだ入れないの？もう何やってんの、やめてくれよ。もう勘弁してそうすんの。入れんじゃん。チュン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 、なんだ、動かしたような跡がある。あー何これ。あ、そういうこと。はい、それやるだろ。これなんか勝手に勝手にこんなことやっていいのか。こんなことよ。お石板だ。はてな、石板はてなを見つけてみた。おお、こんなとこにな。まあ一応ちょっとあれか、許可取るから、これ持っててもいいですかって。頼りにならないんだから。ああしまって喜んでる。ああならずそういうことね。ああろくでもねえよそれはな。ろくでもないよそれは。なんということなんだそれは。トゥルトゥルトゥ、たくさんあるって聞いた。絶望の深い地もなかったことだな。本当なんか重苦しいものなのかな。なんとかしてくれよ。じゃあ行こう。じゃあ北な。とりあえず北に行けばいいんだろ。北に行ってで下っていけばいいと。おお、なんか塔があんじゃん。多分入れるんだろうとさ、あれ。おお、なんかわけのしびれまいまい、しびれまいまい、ちじれまいまい、なんかどっかで聞いたことがあるような気がするんだ。ちじれまいまい、俺の頭がおかしくなりそうだ。ててて、だけど一発で、あ、倒せないのか。あ、そんな強くねえだろ。言っても。よしいいぞ。経験値どんぐらいこれで。292。まあまあまあ増えてきたな、だいぶ。やっとって感じだよ、なんか。ほんと長かったな、なんか。カラクリ兵の経験値が、なんか、あれがでかすぎたのが俺にはよく感じる。てててて。よし。かなりの数エンカウント率じゃ半端ないのかじゃん。気分がめっちまうぞ。そんなにやばいの。なるほどね。じゃあもう頑張るしかないと思った。我々は。何これ、あ、あそこに行けばいいの、ぐるぐる回ってくのか。てて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 て。ぐるって回ってけないのか、これ。ちょんちょんちょん。おお。こんなんいなかったよな。前にダーマあたり出てきたあれのなんかあれか、色違いみたいな感じか、これは。てん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 。お、なかなかしぶといね。結構強いパターンか。お、あれでもウルト、うう。お、危ねえ。ちょ、焦るな、これなんか。あれってまっすぐ名前がやべえもんな。恐ろしすぎだろ。敵はまあそんなには強くないし、なんか。そこまで強くないし、まあ一応経験しました。チャーチャーチャー、どこかな、こっちかな。おお、すげえ、オーガソルジャー。ちょっとなんか恐ろしいのができたな、なんか。オーガソルジャーやべえだろ。ウッディーアイ、イライジャウッディーか。なかなかいい感じじゃないのか。てか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 、ステデコダンス結構便利だなこれな。あ、ちまった、間違えた。まあ、いいか。どんだけ笑ってんって。どんだけだよって。わ、謎だよな。てれてててん。よろしく。いや、なんかアルス一気に強くなったな、しかし、なんかな。もう奇跡の剣から、もう大体なんか最初補助役って感じだったのにさ。もうこの剣を手に入れてからあれだもんな。一気に来たって感じがするわ。もう素晴らしいよ、ほんと。てててててん。感動的な。え？行き止まり？嘘。嘘。あ、こっちか。なるほど。ちゃーちゃーちゃー。そうそう、盗賊の花とか欲しいよな。あれがあればすげえ楽になるんだけどな。てれてれて。レミラーマとかな。レミラーマあんのかね。まあ、多分あると思うけど。おそらくは。ちょん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 。なんじゃこりゃ。まがまがしいな、しか間違えた。討伐、使ってねえわ。これ倒してくれ。倒せない。何これ。そんなでもねえか。バーギマか。あんま呪文使ってほしくないんだよな。ドラゴン切り。おお、やるねえ。
いつの間にか覚えてしまった。ててててドラゴンゲリって6だとなんかバトルマスターだったの確かな。俺の記憶が正しければ。お、ここ何、何部屋、ここ屍のようだ。え、ここ行き止まり、行き止まりか。まだよかったな、逆に。いい宝持ってやがる。ゲ、文句でもあんのか。いいえ。おお、え、あ、普通にあんじゃねえか。なんでさすがにこれまでは取れなかったってことか。びっくりしたんじゃねえ、まったく。何これ、バイキングメット。あった、ありがとう。逃げちまったよ。なるほどな、いろんなやつがじゃ被害になってんだな。バイキング、おお、上がるね、めっちゃ上がるじゃん。アイラでいっか。この感じだとアイラだよな。おい、なんもないの、あんじゃん。しかも世界中の雫って、あすか、魔物だからダメなの、攻撃はダメなのか。よくわかんねえけど、ちゃんちゃんちゃん。あれどこ行ったっけ、俺、あれどっから来た、覚えてねえわ。こっち、ててててー、まあこっちということにしておきましょう。お、なんだこれ、お祭りか。なんだ、お祭りやってんのか。ててって人形来たぞ。あ、落ちた、ごめんね、なんか邪魔しちゃって。すげえ、なんかなんでこれテンション下がりすぎだろ。なんかもう曲のテンションがやばすぎだよ。もうまあ嫌なことがあったんだろう、だから縁を着て暮らしている。しょうがねえな。ここのちょっと偉いお方にちょっと話を聞いて、あれか、ちょっと話しねえとな。長老様。入れてやんな。お、なになに、誰、お、長老。ありがとう。優しいな。てれんてんれんてん、ほい。迷い込んどったが、ようだまんのかな、はい。代わりに来たらと。嫌っちゃいねえよ。仕方ねえことだ。本当に可愛い娘だった。幸せな気持ちにする不思議な魅力があった。悲しみを抑えるしかねえさ。なるほどね、何の用だね、うん、奥に生えとるが今は難しい。親玉がむさぼり食ってる、マジで。深くまで行ってみな。うん、分かった。まあとりあえず行ってみろ。じゃあ若いね、どうにかなればいいけどな。てんてんてん、俺その宝が気になるんだ、俺非常に。それを私にやってくれれば。ここはここ、あら悲しいね。せめて宿屋をくれじゃ。宿屋かなんかダメですか、入れる？ダメか。しょうがねえな。じゃあこの状況をまずどうにかしないと、もうあれだな、もう何もできないところか。それって悲しいな。じゃあもう行くしかねえじゃん。もう閉じ込められて、なんかあれだぞ、塞がれてんぞ。話すことはない。殺されてしまうわ。同じことさ。しょうがねえな、まったく。てん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 、まあ行くしかあるめえよ。これは太陽がある、荒らしまくっている。確保していくよ。じゃあそれと倒せば多少はあれだろ、なんか認められるっつうか、なんかそういうことになるのかなって感じにしますか。ほら、よし行くぞ、行ってくっからよ。てん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 、どうごだ、とりあえず適当に徘徊しよう。もよろしいぞ。魔物、おお、ブッチョマン。なんじゃこれは一体。てれてててん、てけてん。ちょっと呪文使うのにしよっか。ザキやめてくれよ。ちょっとこれ怖い、これ。うわ。まあでもザラララってよかったわ。これなかなかろくでもね、とんでもねえことすな、こいつな。勘弁してくれ。
入れてって、まあ、とりあえず横のやつらを倒せば、まあ、相手はどうにかなんだろう。あーやめて、なんかそれなんかあれだな、目がおかしくなりそう、なんか。はい、てんてん、おやめろ、やめたまえ。ふざけやがって、めちゃくちゃだな、ここのやつらめちゃくちゃだぞ。力の種、種使ってねえな最近な。そういえばちょっと調子乗ってるからな、もういけんじゃねえかみたいな感じになってるから、なんかもうちょっと慢心が生まれてんな。それ非常にまずいかもしれない。てってってな、暗くない、なんかどんどん暗くなってってれて。あーなんかいる、なんかいる、ちょっと一応待て、あでも行っちゃうか、とりあえず行っちゃおう、しょうがねえ。でまだそうね、じゃあこれ使うか、清水だろ、もう使った方がいいよなこれな、絶対な。はい、30、犬の指は強いな。まあ、この時はいいだろう。あ、じゃあ、これをじゃあ持たせて、じゃあ、あなたに。で、これでよ、手使うこといらないだろ。これで間違えて俺がな、使うってことは なくなると思うから。で、何かあった時のために一応、どういった？これだ。これ便利だよな。てーてーてー。はい。なんかいっぱいいるな。うめえうめえ。なんかどっかで聞いたことあるセリフだな。なんかうめえうめえってよ。あれ、誰が言ったんだっけ、なんか。あれ？あー思いました、ブラディーポだこれ、あの6のうめえうめえっつって、なんかあの夢の雫食ってる、なんか同じセリフだろそれ。感心するぜよ、ほら食ってやるぞ。なんだおめえは、おおなんか今日ガチ勢じゃないか、懲らしめてやる。カエルの化け物、カエルがエネルギーになった。まあしょうがねえ、まあ横のやつだろとりあえず。効率区行くとかやめてくれよ、ちょっとそういうのは。そういったタグのあれやめてほしい。で、出てって。おつらくダンス？ありがとう！まあ、それはいいよ。じゃあ、とりあえず、まあ、横のやつからだな。潰していこう。お前も使うのか。まずいね。多分これは、おそらく俺の予想としては。まあ、アイラ、こうだな。うわ、ちょっと強い。ちょっとマジ、それやめてほしい。やめて。やめて、そういった行いは。おぶね！おっ、そうした。倒したが。あぶね、あぶね、あぶね、マジであぶね。じゃあ、しょうがねえな。自分回復して、2回か、こうでいいか。ダイニング、あれすごい。よし、いいぞ。ドアー！マジか。やばいかも。強いな。なんだこの恐ろしい強さは。やばすぎだろ。おい。めちゃくちゃだな。よろしく。ガボがどうにかしてくれれば。どうにかなるかもしれん。終わった。なんてこった。おい、また遊びに来たぞ。まだやってんのか、まったく。懲りないやつじゃの。またやっちましょうや。まったくとんでもねえやからだ。触りたくない魔物。さあ、行きましょうか。まあ、俺にはな、対策があるんで。てるてててーってことやな。ウルガード。精霊の歌。これザララじゃないのこれって。とりあえず、もうとりあえずさ、じゃあ右潰すか。右を潰そう。右を潰して、こうだろ。なんでこれが厄介だろ。で激しい方の使ってくるから右のやつが。ああ殴って、そう殴ってこい、殴ってこい。よし。まあ、これで。多少良くなったんじゃないの。ああ、まあ右か。右行ってくれ。とりあえず、それで全て収まる。てんてんてん。なんでそっち行くんじゃん、お前は。まあ、頼むぜ。ちょっとお前もじゃあこっちやな。で、まあ、アルスこうだろ。で、こうだろ。アイラー。メタポリダンスとか効くんじゃないかなんかな。効きそうな感じですけど、なんか。見た目的に。
で、メルヴィンはこれいけるかな。よし、いいぞ、ええぞ。これ使う、これはどのくらい減るかって話だよな。じゃあ、ちょ、うわ、めっちゃ減ってる。やばいだろ、これは。で、よし、右倒せ、右倒せ。あいつがやばい。あいつ、ベホームとか使えるから、それを使う前に、俺たちがもうどうにかせなきゃいけない。で、こうだな。まあね、激しい炎を使う前に、あいつがベホーム使っても、まあどうにかなる。で、そっから思いっきりをトカトカトカで言ってくれ。よし、なんか今のところ悪くねえぞ。よし、いった。よし、これで、これでだいぶいっただろう。よし、だいぶ、かなりいい感じ。あいつさえ倒せればもうどうにかなる。よっと。てか、ウールガード強えな。あ、ウールガード一旦しか持たない、もしかして。全然持たないパターン。いや、でもこれ勝ったも同然だろ。よかった、よかった、よかった、マジで。いや、ちょうど一時期どうなることかと思ったけど。で、これで、ウールガードだろ。まだどうにかなる。ドゥル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 。よーし。ええー、ぞ。お前らよくやったもん。お前らよくやった。てれてん。いや、マジで。どうなることやと思ったけど。ザオリク使えんのお前。お前、ザオリクやめろよ。ザオ、こいつもう倒すしかねえじゃん。もう必死に戦う。いや、でもそれでも行くわ。いや、いけるか。もう意外といけるかもな。ザオリク使うんだったらもう、ちょっと待って、何やって今。こうで、こうで。うん、で、これで行くしかねえな。もう多分そんなにもう、いや、もういけるはず。もう、ゴールは目の前の気がする。このまま行かなければ、なら俺は。で、あと、逃亡に任せる。頼む。このシュートラックの殴りだったらいい。あいつの激しい炎が非常にやばいから。ここからだよ。ここからなんですよ。ちょっと、まさかあいつがザオリク使えるとはな。ちょっと、それはもう完全想定があった。よし、いいぞ。うまい感じ、いい感じ。うわ、マジか。マジか。とんでもねえな。ちょっとやめてくれよ。いや、もうこれはもう必死に。もうこいつをぶちのめすしかねえ。で、まあ、ウルガードだろ。多分そろそろ来るだろ。俺の予想ではそろそろ来ると俺は感じている。ちょっと倒して、マジで。もう倒して。じゃないと俺はもう非常にまずいことになる。ああ、もうベホイミやめろし、もういかにしろマジで。もうザオリク使うから結局あれだよな。こいつぶちのめさえどうしようもねえんだよ。で、攻める。もうこの攻めで、頼む。よしよしよし、減ってる。ダメージ減ってる。いいぞ。それでも OK。いや、ここで激しい炎来たら結構きついけどな。かなりきついぞ。よーし、いいぞ。頼む。これでいってくれ。79。よし、真ん中2回。いや、しぶとすぎ、マジで。これ攻めきるべき。攻めきるべきか。いや、回復だな。回復だろ。ってか、このターンちょっとまずいかも。ここでちょっともうしのがないと。いったー、よし、OK。OK よ。バカやろ、いかにしろ、本当に。よし、右行ったか。よかった、マジで。本当、どうなることだと思ったけど。回数年制限狙いでいくわ。で、これでこうする。もういけんだろ。まあ、でも油断すると一気に全滅もありえるからな。よし、OK。ふう、結構焦ったわ。よし、いった。焦らせんじゃねえよ、まったくよ。850。てれてん。なぜこの足が、ぐわー、いきなったらいかんぜよ。考えもつかないのごっつい大物が。ふん。わげ長ねおでやがって。てれてれてん。はい。これ、リリメイトやったらどうなの、ここで。やんな方がいいか。食ってもいいかな。別に食ってもいいぞ。こっさらで持ち帰る。あ、でも関係ないのか、あのドワーフとかホビットが。じゃあ行っちゃおう。どうせ後で来るんだろうと思う。多分な。あれ、直近がってあれじゃね？直近がなんかあれだよな。一番最初のとこじゃん。
懐かしいな。あそこのさ、マチルダさんのあれじゃん。あの塔のボスだろ、ボスっつうか、まあ、副ボスか、副ボスっつうのがよくわかんない。エレン懐かしいな。しかしウッドパールなんかはもうずっと行ってるやん、あそこもな。てお、なかなかしぶといね。あいつもあんなしぶとかったっけ。結構なんか長期戦だった記憶あるな。忍び足来た、やった。まあでもある程度食で気持ちいいからな。ああ、てあれ人いないじゃん、どうしたの一体。人はどこへ行ってしまったのか。どこから行ってどこから行ってしまうのか。え、ないない、おお、なんかやってんじゃん。ああ、がっつりだな、魔物が一番ぞ。ああ、すげえことなってる。どうもアルスの来たぞ。ちょうど結構何回も往復したけどな、そこな、大変だったから。うわあ、うん、分かったよ。どういった、俺これ使えたまえ、足元に撒いた。あ、これであれね。お、すごいすごいすごい、間に合ってよかった。早く後追って。いや、俺たちが行けばいいじゃん。いいよ、行かなくて大丈夫大丈夫、任せろ。何ができると言うんだ。うん、お願いするしかあるまい。任せろい。光を放つという。ダートラに向かったはず。内部に光る足元が残っていいよ。いいのか、そんなんで。まあ、なかなかの激戦だったからな。俺の予想を超える激闘だったよ、あれは。うん、最高だった。散々にやったのを思い出してな。闇の炎消さなくてはならん。お、持ってるよ持ってるよ、それ間違った説明したら大変だからじゃな、大変だからな。ちょっと待って、もうなんかろれつが真ん中になってきてる。なんかよーし、任せるわ。それはな、一部も遠い昔に撮ったもん、それもすっごい昔にな。なるほど、俺も歩き回りてえな。そうはいかんのか。聖なる場所を満たす回数のことを言います。うん、次のに隠し記している。海に浮かぶ小さな小さな無人島にイリア存在する。深き眠りへといざなうという神の領域なのだろうかと。見たことあるよ。うん、無人島のはずじゃなかったのか。そうなんかね。俺は遠い昔にな、空の瓶があったから、なんかそれをなんか取ったわけよ。取ったっつうか、それを使ってな、その入り江に行ったのよ。あの神殿のとこにな、神殿のとこにあったから、じゃあこれなんかもう使えんじゃねえかみたいな。で、それで俺はちゃんと取っといたんだろう。ここで役に立つ時が来るとはな。テラス？うん、いいことじゃないか。てんてんてん、ヤッホー、会いたくなった。うん、解けないはず。なるほどね、思い詰めていた。うん、ふん、やっとおいらたちの、なるほどね。水の精霊さんの姿した。ほう、なるほど。嫌な話やな。気をつけて進まないとね。そうね、恐ろしそうだな。あ、話しかけらんない。いつもなんか泣いてくれんのに。にゃお、にゃお。先生方、調子が良すぎだろ。
おお。だといいんだがな。希望は大事だ。任せろ。おお。高すぎだよここ。なるほどね。おお、有名なんだな結構。貧乏症。なるほど。勇気ある人ね。トゥル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 。おお、まるで、まさか俺たちがそんなことやられたなんてな。なるほど。うん。だんだんなんかあれだ、みんななんか馴染んできてんだ、なんか我々に。にゃお。お前は待っていると。うん、よし、任せろい。ここもでも平和にしたらなんかあれだな、達成感やばそうだな。このずっとなんか重苦しい空気から解放されるって考えたら。いい猫だ。なるほど、水の精霊。じゃあ行くとするかい、その噂の大東大寺に。どんな感じ。あれ出ちゃった。横は何もないか。うん、この感じで行くと、まあとりあえず行こうか。中どうなってんの。ああ、そんなあれなんだ。ああ、追ってきゃいいんだな。これなんか、ここを、なんつうのかな。じゃあ元に戻せばいいの。多分後でも入れるよな。光で満たせば、多分後で探索できるんでしょ。じゃないと俺は困るぞ。とりあえずこれはもうトトロ行っちゃって、やればいいんじゃないの。だそうすることによってよ、なんかまあ、なんつうの、まあ、この暗闇の中、歩くのめんどくせえから。まあ、それが一番であろう。てってって。探索は後ですると。ここ広いね、結構ね。今なんか足跡動いてなかった、なんか。てってって。あ、そういう感じ。水れえな、しかし。おい。おい。これ崩れないよな、ここな。こうクリアした後、もうそれを願うしかあるまい。お、ああ、うお、やばいなこれは。もうこっちやろ。いや、これは優先。ありがとう。やっと全員命令させられればよかった。ザキとかやめてよ、ちょっとここでやんの。なんでそんなことすんの。もう最低だマジであいつ。もう最低極まりねえ。なんてそんなことすんだマジでよ。あ、じゃあだ。ああ、もうひどすぎる。おい、何にしろマジで。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。仲間呼ぶんじゃねえよ。あ、そうか、時の砂を使う手もあったのか。もうしょうがない、もうここまでやってしまったらしょうがない。
もうこれだったらいいんだ、これで。あいつ最悪だな、泥宝石な。めちゃくちゃな野郎だ。いや、でもこれはウハウハだわ。ウハウハだろ、これは。やばいだろ。よっしゃ。裏回った。乳酸。よーし。ええぞ。まさか初見で、ここまでいけるとはな。ああ、もうなんかアルスとなんかもう、あの光ってるやつが一体化してなんかもうわけわかんねえ、もう何がなんだかも。もうこのままいいか、俺も。あ、そっか、ああ、なるほどね。きっちりつかなきゃいけないのか。探索は後で、やる。てれ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 。ほいほい。ほい。てれてれ、結構この塔、がっつりダンジョンだな。な、ん？こうか。まあ、多分こうなってるってことは多分あれだろ。まだつがらんだ。いけないんじゃないの？落とし穴っぽくなってんのか？でもマジで見えねえんだよな、これ。お宝が今チラッと見えた。なんで？てるてるてる。ほいほいほい。あー、どうなってんのこれ。こっから？まあとりあえず待ち続けるしかあるまい。多分ここだよな。おい。お。で、これがくっつくときはあるわけ？こうやって。これはどこにいるの？あら、あ、お宝ルートね。はい。まあ、こう行くんであれば、一回降りて、おい。お、危ねえ。こうか？ついてる？なんか明るくなってくる。おお、やっと来たか。やっと来たかい。まがまがしいわね。まがまがしい。これ誰かいんのかな、ボス的な何かが。で、これであれだろ、あれを使えばいいの。どこにあるんだ一体。これか。おれぇ、狂いやがれ。ドドドドドド。あれ、異世界に、異世界に飛ばされた後でさらに異世界に飛ばされてしまう。恐ろしいな。いやでも結構俺嬉しいよ、俺も。うん。俺もハグレメタル倒したから、もうね、かなりもうね、もう満たされてるわ。ウハウハだから。もうそれだけでも。もう怖いね、これな。助けてやろうぜ。ここは何？またさらなるダンジョンなの？あ、なんかでもあれだ。おお、なんかいる。わけなあかんねやからがいんな。よーし。この声声よ。怖すぎる。よし。アルスにやろう。で、まあ、あとはまあ、どうすっかな。まあ、どうにかなんじゃないの。待ちくたびれたわい。飽きたしな。楽しみしとったところよ。お前遅すぎる。なんで俺今日頑張ってきたぞ、俺。一気に終わっちまえ。一気に終わっちまえってなんだよ。どういうことじゃん、バリクナじゃ。腹黒そうな。顔黒だけどね。ガングロが。ギャル。ギャルか、こいつは。俺一体何言ってんだ。これ見た感じあれだよな。じゃあスカラ使うか、じゃあ。スカラと、スカラ、ガード。まあ、これちょっと様子を見よう。おー、ちょっと怖いね。ちょっと怖いな、これは。はい。はい、はい。はいはい。よし。あれとそんな食らわなくね？まあ、一応3人でスカラかけて、で、まあ、一応念のために一応スクープかけとこう。で、こっからまあ、足踏みとか使うの？あ、でもそんな食らわねえな。で、こっからこうだな。まあ、当分は効かなかったら、まあ、効かなかったら別にいいんだけど、もう完全回復に回すから。どう？まあまあそこそこだな。まあないよりはマシって感じか。てるんてんてるん。で、まあ祝福、こうだな。
あ、これガブにかけるべきだったか。さっきなんか攻撃もしも違ったよねって考えたら、もしかしたらあれは痛恨の可能性がある。痛恨がちょっと食らったらまずいかもな。そこで一気に崩される可能性があるな。だから普通の流れであれでしょ。だって多分200、もし下手したら200ぐらい食らうかもしんねえ。ティ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 、メルビンがいない戦いになってしまうんだなって俺は悲しいよ。あ、もうだいぶなんかちょっと追い詰められてんな。はい、どうにかしねえと。ほいほい、まあ、これちょっと回復してくれれば。あれ作る？ありがとう。まあでもスカラが効いてんじゃないの。あ、なってた、まあ、スカラなしでもなんかいけそうな感じですけど、それがまずいか。その判断ちょっとまずいかもな。まあそれが後々に響いてくる可能性があるから。あ、それ やばい。あー、なるほどね。それは恐ろしいですね。使ってもいきますっけよな。じゃ頑張ろう。俺じゃ頑張るわ。この2人ならどうにかなるかもしれない。俺はそういう希望を抱いていく。希望とはデターミネーションだ。よし頑張ってくれ。俺は気をつけなきゃいけない。これこの痛恨だけど。よむしろこれ、三河の服やるべきだったか。そしたらよかったな。てる。アイラがすげえな。大活躍してるよな。初めて会った時はどうなるかと思ったけど。なんか普通になんかあれだもんな。なんだかんださらっと溶け込んでっからな。溶け込んでなおかつなんかエース級の活躍してるから。アイラいけ。まずいったか。うわ、やっぱなんかあれだな。スカラが消えてるからだいぶ食らわねえ。あれ？え？嘘？嘘？こんな雑にこんなんで勝てんのかよ。なぜこの俺がこれ付けのままグワッハッハ。ああ、ああ言ってもうた。勝っちゃったぞ。あ、元に戻った。え、どこ行っちゃったの。持ち主のとこ帰った。持ち主って言い方おかしいか。ええ、これじゃ一回落ちれない？帰るしかねえもんな。あ、キメラの翼、あ、ダメだ、キメラの翼はダメだ。なんで、じゃあ帰るしかないのか。せっかく終わったと思う。あ、なんか明るくなってる。明るくなってか、でもいいや、探索アートにするわ。探索アートにして、これ敵出てくんのかな？敵出てこなければ非常にありがたいんだが。そしたら後でまあじっくりあれだろ、探索できるだろ。これどっから帰るの。あ、こっか。ショートカットできるのかこれ。できそうな感じがすんな。帰るのは楽か。この感じだとでもなんかあれだけどな。敵出りゃその感じですけど。気のせい？で、あ、これなんかあれじゃね、回復じゃねこれ。あれ回復じゃないの。こんなん全然見えなかったかな、さっきな。暗すぎてなんか。出るのか。うわあ、驚きと戻ってる。いや、これやるしかねえだろ、もう。やるしかねえのよ。レベル上がることには全然あれだろ。ああ。おお、来たぞ。とりあえずはな。戻れるんだ。おお。あそこに猫が移動してる。お、なんかめっちゃあるじゃん。まあでもとりあえず、もうなんかもうほぼ終わったって感じがするな。なんかチャラチャラチャーン。ああ、よかったよかった。やっぱ精神的な大事じゃないかな、そういうのってな。本当によかったと思う。おお、よかったよかった。おお、本当か、嘘だけじゃないのか。なんかを捨てないって素晴らしいことですね。面白いな、こういった神様の教えってやつか、これがな。そういうことやろう。もうなんかすでになんか明るくなった感じっすか、なんかな。うん、よかったよかった。なんかこの重苦しい空気感もなんかだいぶあれだな、なんか解放された感じはするわ。だーだー、キャッキャッ、よかったな。
もう一踏ん張り。種火か。じゃあ、とりあえず、じゃあ、援護か。援護に行けばあれなのかな。でも、金はしっかり飛んだな。まったくよ。まあ、でも、そういうもんかもしんないけど、そういうもんつか、まあ、そういうもんなんでしょう。まあ、それはしょうがねえや。生活があるからな、向こうにもな。ああ。そうね。確かに勝利を確信した時があれだからな。そこは最大に最大の隙が生じると、あのカエル大先生は私に教えてくれた。だからいつでも俺は気をつけなければならないという、そういうことです、ね、おう、ええじゃないか。似たよ。飲んでるんでしょ。いいえ、うん、楽しそうだな、随分な。元の明るい世界か。あともうちょっとだな。トゥルトゥルトゥー。どっか行っちゃったの？どう行ったんだ？にゃお。猫もなんか喜んだように感じるよ。なんもしとらん。うん。わかった。そうだぞ。現在のとこでいいのか、現在の援護でいいのかな。はあ、よーし。心配なことが起きてるの。どこにもいなくなってしまわれた。はあ、どこ行っちゃったの一体。封印から脱せねばならない。なるほどね。わかった。まあどうにかなるでしょう。援護は昔の援護なのか、それともなんか、まあ領域はわかるか、とりあえずな。なんでどっか行っちゃったんだろうな。小石がとられました。みなぎはしねえだろ、さすがに。そりゃやばいだろ、いくらなんでも。汚らしい老人。汚らしい老人。汚らしい。メルビン。メルビン、面白いな、お前。あなた面白いですね。ありがとう。ほら、嬉しいよ、なんか。もうこういう、なんか暗い時になんかこうやってやって、やってくれるとすげえなんか、面白いわ。英雄です。褒められてんな。じゃあ、とりあえず援護行くか、じゃあ。援護に行ってから、判断をしよう。こっちじゃなんかダメな気がするな。予想としては。お！お！これもしかしてあれか、なんか話変わってるかな。だとしたら俺はこの村人全員にあれだぞ、なんか。俺大量に話しかけなきゃいけなくなってしまう。温泉。温泉はあれか、じゃあ。そう言ってるってことはあれだな。なんかお祭りあんのかな、もしかしたら。やらんか。どうなんだろう。ああ、懐かしいね。すげえ昔の話だもん。たらダンス。なんかところどころ変わってるような気もするし、一緒のとこもあるしな。小村祭り。小村祭り懐かしいね。行かねえのかな。一緒に浮かんでいる。なんか変わってる気がする。ちょこちょこっと。じゃあ温泉行ってみるか、じゃあ。でれれんれれれれれ。まあ、さっと行けばいいだろ。
メルビンは一体お前何なんだ、まったく。ちょ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 ろちょちょ、寝てんじゃん。おお、遠慮しておくわ。むしろ暑い。服のまま入るってすげえな。もうどうにかしてくれ、もうどうにかしてくれ。神の英雄とかなんかわけながらのこと言ってるくせに。よなんか、焼き芋このメンツでなんかまたいろんな、なんつうの、 村とか町に行くのもなんかあるな。また新鮮だよな、反応が違うというか、なんかまた別の反応が来てるから。あ、占い出してくれ。不思議な力を感じる。ああ、そうだ、じゃあせっかくだからやってもらおうか。ガボンなんか昔やった気がするんだよな、確か。アイラ、はい。なんとしたことじゃ。邪悪なものの影が見える。あ、これあれ一緒かも。もう一括にまとめられてるのかな。ほい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 、なんとしたことじゃ。あ、一緒だな。わかった、気を引き締めていきましょうね。うん、一体どんな巨悪と俺たちは戦うというんだろう。テレテレテレテン、ブルファンゴー、ブルファンゴー。村長どこだ。おほほほ、本当だ、もうすげえな。なんかな、楽しそうだな。村長いらっしゃいました。うん、用があるぞ。どうでもいいもの。あ、そうなの。はい、コスタローから差し上げたら問題ないでしょう。うん、そうね、どうやって持ってくんだろうね、一体な。それは確かに謎だわ。てんててん、どこ行ったか。うん、空き瓶。おお、これで持ってくのか。なるほどね。じゃあこれでやればいいんだな。またあの塔に登ればいいのか。じゃあ今度探索しつつ行ってみるか。じゃあよし、行ってまいります。デビルアーマー。おお、ダーマ神殿戦ったのはあれ、そうだっけ、デビルアーマーだったっけ。なんかそんな感じですね。しっかり探索していきましょう今回は。まあ戦ってもいいだろう。戦ったらなかなか楽しいことになりそうですよ。ほうほうほう、ここがちゃんと見えんな、助かるわ。まあどっかでとか記憶にねえんだけど、とりあえず適当に行けばいいんだろう。誰がこうで、こっちはもうめっちゃぐるぐる回してんだ。なんか探す、お、やった、小さなメタル。もうどんぐらい行ったんだろうな。あ、でもまだ数えるのちょっと楽しみにとってこう。お何事だ一体。てか最近デビルアーマーしか出るもんあったんだよ。なんか知んねえけど、ここに戻ってきてから。謎でしょうがねえわ。あ、もうせすい。なんか罠があるって言ったから、なんか全部落とし穴かなと思ったけど、そうでもねえよな、多分。よっと、よしここやばいな、ここ楽しいな。あ、ここそう出れんだ。何ここ。何部屋？なんか怪しいな。とてつもなく怪しいぞ。おお、水のせいでかな、これもしかして。そんな感じはするわ。よくわかんない。お、ええー。なんじゃこれ。なんじゃこれは。デスアーミーゴ。地獄のピエロ。変なんばっかりなまったく。さようなら。行く。よし。何これ。また地獄の夜だ。うわぁ！ウールマスター。怒涛の羊。あ、お宝あったわね。こんなとこに。
おしゃれなバンダナ。よっしゃ、気合だ。もう疲れてた。疲れてた。おー、ちょっと待って。でも俺がなんかちょっと気合を入れないとあれだな。気合入れるべきじゃないのこれは。そういうことなのか。そういうことなのか。よし、よし、よし。よーし、いいぞ、それで。やばいぞ、これは。これは伝説の。伝説の。やばい、戦いが始まるかもしれない。おぉ。あ、どうした。やった。やった。ガボは多分無理だろう。しょうがないから、こうだ。よーし。まあいいよ。ありがとう。ありがとう。うはうはだ。これが最高のウハハってやつなんで。そうだろ、そうだね。よっしゃ、これガンガンレベル上がるだろ、これ。またレベル上がった。アレス多分レベル低かったんだろうな、多分な。すげえレベル上がる。やった、たまりませんね。マジたまんねえぞこれ。よーし、メルジジーも。ほっ、おっと、くわ、やっと来たか、俺。どこだ、どこじゃ。トネビンが消滅したぞ。どういうことなんだ一体これは。なんでそのとこなんだお前は。キーホン、しかも手紙の近くになるぞ。燃やせってことか。それは危険なんじゃないですか。これで行ったか。おお、ついに、ついに来たか。ここは長かったな。とてつもなく長かったよ。頑張った甲斐があるかもしれん。あるぞ。なんだ、兵士軍団か。何しに来たんやって。君たちもあのあれを越えてきたの。床っつうかなんか。ああ、封印解かれた。え、じゃあこれモンスター出てこないってこと。はぐれメタルは戻らなきゃだろう。ああ、あれあれか、城のあそこにもつけるのか。わかった、行きましょう。たんまりとな。てん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 、よかった、これで完璧だ。封印は解かれて。あっちはホビットは、あそこ何もやってるんだよ。これあそこにも行かなきゃいけないんだろ。てってってって、あ、なんか安心すんな。やっとなんか帰ってきたって、帰ってきたっつうかよ。明るいところに戻っなったっていう、なんかそういう感じだな。あ、マジで私が。お待ちかねですわ。分かったよ、任せろ。俺もう、おう、俺もちょっともう疲れ切ってんだもん。早くもう休憩しなきゃいけない。俺はだが、まだ俺のやるべきことが残っている。いくつか。俺の英雄だ。すごいな、シャークアイが戻ってこないのじゃの。シャークアイ再来か、素敵よ。もう一生忘れません。よくやってくださった。諦めかけたものだったが、不屈の精神を忘れず今日の日諦めずに来たことが導いたのではないかと思う。心より感謝申し上げる。なんだなんだ、何くれるの。いつ僕を引ける僧侶に伝えられる伝説の剣。最後の戦いに出航する前夜。もう使っていただくべきであろう。同じことを思うに違いない。水流の剣、これやばいだろ。水流の剣ってとてつもねえぞ。うん、どうした、何見つかったの。汚らしい老人、それ誰なの。汚らしい老人って、汚らしい、よかったの、メルビンじゃなくてあなたは何だろうほどのものでもない。ま、何が。海底のポセイドン探しておったじゃろ。伝言を伝えにな。うん、海の中にいる。誤ったことを何やったの一体。死んだと言ったのじゃ。ずいぶん前から神に乗っておった。シャークアイに会いたいとな。永遠の呪いの氷の中、数百年も先のことになろう。お前さんたちも生きておらん。目覚める時までどうしても生きていたいと。海底の足のところも届いた。おう、命を与えることもできる。海に生きる者として永遠に夫を待ち続ける。すげえな。うん、なるほど、そこまでの決心をされたというのか。
大した力持っておらん。人魚となり命を与えたアニエス。戻すことはできん。マジか。見守ることができる。どっちがいいんだろうな、それってな。わしはこれで帰るぞ。もう行った。来たらしい じいさん。ありがとう、じいさん。何？お腹の子は、何かご存知なのではありませんか？そうじゃな。うん。水の精霊の力を受け継いだと言われる一族。代々その身に精霊の紋章を持つ者がなったと言われておる。精霊様のお守りを受けておるかもしれん。勘でしかないが。魔王に奪われたのではなく精霊様が守られたのであるまいか。どっか安全な時代運命を託されたのかもしれん。ほう。なるほど。よくわからんのじゃ。精霊様のご加護があり、さらばじゃ。なるほどね。悲しむのはやめておこう。行く道を切り開こうであるもんか。おお。なるほど。なかなか、うごめいてんな。これで火がついて平和になったところだな。ええことじゃ。てってって、キャッキャッ。なんかめっちゃ喜んでんな。踊っておる。誰も他に踊るやついねえのか、なんか。たった一人の踊りをなんかああやってなんかさ、みんなで見つめてって。逆に気まずいじゃないか。そして翌朝。てれてれてれてん。さあ、ついに来たか。これ切ると気がしないの。わかった。思い出話なんてほとんどしてなかったしな。少し聞いただと。山に倒れて今おらぬ。ああ。なるほど。永遠に語り継がれることだろう。喜んでくれてるはず。ああ、また行ってみるわ。よかった。かっこいいな。使えそうにないぞ。どっちが、奇跡の人、どっちが強いの一体。なんと深いでござろう。幽霊だった。どうも、はい、言えてなんだよ。どっちなんだよ。はい。夢じゃねえよ。夢ではねえだろ。水流の剣、妙国樹里。やばいだろ、これは。なんだ、この、とてつもない200、やばいだろ。まさか、こんなところでこんなのが、とてつもないのが武器手に入れるだろうな。しかも、さらに、ユバール。え、まあ、まあ、これで言ったら、まるか。じいさんか。場合によってはちょっと変える可能性があるけどな。うん。わかった。希望を捨てぬことだと思いました。希望を捨ててはいけません。そうだな。俺も頑張ろう。うん。おい。そうじゃな。あれ、また移動してる。ほん。憎めない猫。にゃん。なんて可愛い猫なんでしょう。あなた素敵よ。部屋の力となる。おお。お、黄昏てんな。なるほどね。お魚さんだ。魔王すら倒せるような。おお、いいこと言うね。悲しいよね。そうだな。入り倒すとするか。てか石板全部埋まったからな。どうすんだろう、これから一体。うん。ええー、ことじゃ。アルリン？アルリン。誰か突っ込んでくれ。マレビルとかいたらなんかもう。なんか言ってくれたかもしんないけど。変な名前だな。おい、いた。よかった。いや、アルリンはやべえだろ。あれが主人公の名前デロとかさ、ブルとかにしたらブルリンとかデロリンなんとか、なんかすげえな。ああ、じいさん、よろずや。なるほど、そういう感じか。てってって、いつも大歓迎だよ。立ち寄ってくるな。おう、高えけどな。とんでもねえ、昔なんか40ゴールドとかで泊まれたのに。
オリジナルカクテル。伝説の人か。また伝説を作っちまったようだな。トゥルトゥルトゥン。あ、そうなったね。なるほど。うい、生き返ったの。海底王さんの見間違うとは。なるほど。汚い老人。ひどすぎだろ。あ、そうなんだ。なるほどね。ギャフンと言わせてるぜ、ギャフン。まともに働けばいいのに。へえ。お、いいな。眺めがめちゃくちゃいいじゃねえか。お、すごいね、これ見渡せんの。ああ、これは素晴らしいぞ。これじゃあサムネにしとくか、じゃあ、ここら辺を。テーマ忘れるパターンだ。ほい。そうか。なるほどね。出会えるのかな？それは誰なんでしょうね、一体ね。いいえ。旅に出てよかった。そうだな。よし、コスタールちゃんよ。俺はもう帰るぞ。俺はもうとりあえず行くからな。じゃあまた。あ、いなくなってる。あばよ。お、あれ普通にいいんじゃん。うん。そうだといいんじゃがの。まさか。そうだよ。なんかそれ、人間臭いの出せるな。なんか。いいえ。ただ人間だもんね。なんだよな。お、お、仲間の墓。悲しいな。お、いい感じの曲になってんな。さあ、宝をいただくとするか。あ、チョロ、チョロじゃないか。スクニだ。太陽だったわけね。そうみたいね。トゥントゥントゥン。落ち着くぜ。この気をどんぐらいやってんだろう。相当長い時間やってるかもしれない。人間じゃなかった。バレちまったな。バレておる。まあいいんじゃないのか。おい、渡すものがあってよ。なんだ、持っててくんな。役に立つだろうよ。気にすんな。なかなかの男よ。おお。まあ、なんか、なんだかのどうにかなりそうね。うん。よし、ま、じゃあ、もらえまもらっていくか、じゃあ。これはやばいぞ。はい、ありがとう。よーし。おらぁ！おい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 。お、骨付き。骨付きからの？からの？これなんだこれは。海鳥の杖。なんだこれは。エビルタートル。エビルタートルの心。心。そして石板。はてな。謎の石板手に入れちまったか。よし、任せろ。海鳥の杖結構強いんじゃないの？そうでもない。誰が持ってんだ？てん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 。でも意外と強いな。トゥルトゥル。あとどこ行ってない？こんにちは。かもしんねえな。変な格好だな。変な格好ね。そうなのかもしれません。ここは何部屋だ？談笑部屋だ。
そうか、ありがとう。好きになったわけじゃないからね。そういう感じか。でもどうにか終わったな。闇に覆われたコスタール編。光に包まれて我々は生きていく。さらばだ。お人がいる。飲んで飲めんの。うめうめ、またうめえか。うめえやつがいっぱいいる。はい、もらって飲んだ。絞り自動戻してしまった。そんなあるのか。合わないのかな。そんなあれなんだね。飲まなくてよかった。お前とはいけんじゃねえか。ガオ飲みてってたろ。よし、ガオお前飲んでみろ。お前ならいける。よーし。おい、また飲んだ。ガボですらダメだったか。悲しいな。